普段コメントしない人もコメントしてくれて嬉しい嬉しい、やっほー、楽しかったよ。あ、よかった。こんばんは。リングライトってスマホから電源取るのね。いや違います、あのスマホの充電のあの四角い iPhone のさ、四角い充電の元みたいなあれなんて言うんだろう、あれからその繋いでるからスマホが充電できないんだよね。こんばんは、こんにちは。そうか、すごい早いな。ひめたんのショールームさ、いつも9時とか10時とかにやってるから、すごい早い時間でやっております。電源アダプター、電源アダプターっていうのこれこれっていうのか分かんない、充電器。モバイルバッテリーじゃないのよ。やっほーみんなね、珍しい時間だね。こんばんにちは。ちんちこちん楽しかった、よかった、ありがとうございます。こんばんは。パールのネックレスかわいいでしょ、これ、これ買ったの自分で、かわいくない。あと今日は黒の透けてるシースルーのお洋服です。まだお外が明るい時間の虫が虫がおるまだお外が明るい時間の配信珍しいね、珍しいでしょ、いつも遅い時間だもん。でもさ、遅い時間の方がさ、ひめたんはね好きだな。でも全然この時間帯もいい感じ、涼しそうだね。涼しいよ、涼しい。でもさ、お外まだね、今日一度もお外出てないんだちんちこちん始まる前ね、ずっとゲームしてた、スプラトゥーンしてたから、お外今暑い、え、みんな暑い。ひめたんはねクーラーガンガンでお家にいるから、そう、涼しいのその柄で焼けて絶対やだ。あ、これこっち絶対やだ日焼けはねもう本当に対策してる、ずっとね日傘つけてるよ、ひめたん。あ、今日めっちゃ暑いんだ、暑いんだみんな今日もお仕事とかでお外に出てたのかな。暑いか、お疲れ。この後本屋さん行ってくる。おお、本屋さん、本屋さん涼しいよね、本屋さんいいよね。今日は暑い、え、今日何度、何度、どうなの。東北でも外暑かった。あ、東北の方なんだ、外暑いよね。ひめたんは快適ですごめんみんな。でも、あ、これからね、あのココちゃん、ココちゃんと練習しに会います。ココちゃんと、ね、お部屋涼しいね来週もっと暑いらしい、マジで。もうみんなで、みんなで引きこもろ、もうお仕事なんていいよサボっちゃえ、みんなで お部屋にいいよ。来週もっと暑いんだ、大変だ、みんなで引きこもろう。あー、お盆のあたりが暑さのピーク、そっか、あ、そっか、夏休みじゃん、お盆休み、あ、そっかそっか。じゃあお仕事ない人はもうみんなで引きこもろ、うん、でお仕事の人は仕事場でちゃんと上司の方の目を盗んでクーラーガンガンにしましょうどうなの、いいのかな。あ、35度、名古屋の最高気温35度、やば。ねえ、こもろみんなで暑いのダメだよ。
引きこもりましょう。そうしたらコロナにもかからないし大丈夫。クーラーの部屋にいると頭痛になりがち。あ、そっか。じゃあ適度にね、適度にお水もちゃんと飲みましょう。ココちゃんと青が練習です。そう、姫たんね、青春ガールズ結構ね踊れるまだまだ結構踊れるから大丈夫。あの誰かのアンダーで出れる。大丈夫、まだ踊れた。このお洋服はいただいたものです。お洋服ありがとうございます。いただきものです。あ、そうだ、みんなからプレゼントいただきました。そう、それがこれですね。ありがとうございます。お手紙とかもねたくさんいただいて、もう本当に嬉しい。みんなこうやってさ、画面の中でしかさやり取りできないじゃん今から。お手紙とかすごい嬉しい、ありがとう姫たん夏の予定は？夏の予定？夏の予定はね、なんだろう、夏の予定はなんだろう、でもほぼ自主練とかだと思う。自主練、あ、昨日ねウォーキング頑張った。ウォーキングちゃんと腕を90度に曲げてはっはっはって歩いてた、たくさん。そう、ウォーキング頑張るわ。みんなもウォーキングしよう。なんかね腕をたくさん振るといいみたい。みんなも運動しましょう。体力作りねやっぱ大事。フェス公演もまだ覚えてる？覚えてる、ちゃんと覚えております。ひめたん設定温度は何度？今はね26度です。結構寒い、寒いです。公演見てスタイルの良さに惚れ込みました。おお、やったースタイルいい、私ありがとうございます。なんかみんな言ってくれるけどさ、別に普通なんだよな。なんかちゃんと会って確かめてほしいありがとうございます、嬉しいな。あ、腕を振ってサイリウムを振る練習じゃあサイリウム持ってウォーキングしよう。こうやって、なるほど、会って確かめよう。そう、会ってちゃんと。公演とかもさ、あれどこかのさ、あれ NCT さんだっけ、なんか観客ファンの方入れてさ公演しないっけ、どこか、あれどこだっけ、しないっけねえ。公演早くしたいな。え、ねえ虫いるんだけどな、ちょっとちょっと嫌よ。あ、やっぱ NGT さんなんだ。あ、延期になっちゃったの。観客入れる予定が、公演そもそもが延期になっちゃった。あ、そうなんだ。あ、そっか、メンバーさん感染者の方出ちゃったもんね。そっかそっか。悲しいな。でもさ、やっぱメンバーの方がとかじゃなくっても、その感染、身内で感染してもすごいなんか悪者扱いするのはやめようね、みんな。なんか感染なんて言えばいいんだろうな、その感染したこと自体が悪ではないんだよ。責めるのはやめようね、みんなで優しい世界を作っていきましょうねえ。そう、
本当に気をつけてもかかっちゃうのはかかっちゃうから、もうなんか気をつけてもうどこかでかかっちゃうかもしれないんだよね。えだよね、悪いのはコロナくんだから。うん、コロナウイルスねえ難しいよね。そうそう、誰がかかってもおかしくないから、みんなで優しい心でね過ごしていこう。いやでも本当にさ怖いよね、親とかさ感染してさ、すごい嫌だなみんなでねちゃんと気をつけてかかる確率を減らしていきましょうね。明日は我が身、そうそう、その意識でみんなでね乗り越えていきましょう。絶対さ会えるのは会えるんだよ、姫たんたち大丈夫だよえでも本当に早くさ、早くさ公演したいな、公演みんなに見てもらいたいもん、サイリウム振ってほしいもんねえ。握手会も早くしたいし、ていうかねあのオンライントーク会あれもっとさ近くできないかなね、近く、なんかスマホの画面でさお話しするとかあるじゃん、他のチームさんかなグループさんかな。ゆめたんはね会いたいな、なんか刑務所のさ面会室みたいな、じゃあダメかな、お話ししたい。そうガラス越し、ガラス越し例えがみんなは嫌かな、姫たんはね会いたいから、会いたいじゃん刑務所じゃないね、刑務所じゃない、会ってお話ししたい、ただただ。あ、空港のロビーねえ絶対刑務所って言われるやん、いやいやいや、でもさ会ってさお話しするの嬉しくないねえ。うん、トラくんバラありがとう。あれまだ15分経ってないっけ。ねえ、なんか悪いことした気分になるそうだね、なんかいい案ないかな、対面で。あーそっか、対面で話すのがハードル高いんだね。そう、1対1でお話ししたいカツ丼が必要、カツ丼、そうだね、じゃあカツ丼を食べながらみんなでお話ししようそれじゃちょっと意味が違っちゃうな、やだなそれは。ん、何これ、アモーレアルパカさん、かわいい、ありがとう。最近気になったばかりだけど確かに早く会ってみたいねえ。そう、姫たんもさ、この自粛期間で姫たんのこと知ってくれた方たくさんいらっしゃるから早く会いたいですね。姫たんとの初めましての握手券が保留になってる、悲しい悲しい、みんなで早く会おうね。だからちゃんと手洗いうがいしようね、みんなで。もしかかっちゃった時は自分を責めないでください、しょうがないから、もう誰がかかってもおかしくない状況だから。ふん、でもかかるの嫌だよね、みんなで頑張ろうね。 S 公演で好評だね、本当に嬉しい。あ、15分経ってるね、もう
楽しい、楽しみ。バズで姫たん好きになった人も多いだろうね。本当にすごい嬉しい。これからも頑張ります。みんなよろしくね。じゃあ15分経ったしやめよっかな。明日か明後日またショールームできたらいいな。じゃあそろそろやめたいと思います。みんな気をつけて、また会いましょう。初めましてもしましょう。久しぶりにもしましょう。ありがとうございました。今日もみんな、では自主練頑張ります。頑張ってきます。ひめたんも自主練頑張るから、みんなも頑張るんだぞ。ありがとうございました。バイバーイ。お疲れ。バイバーイ。